カルビサミナおばさんアムアムアルドアムアムさ始まりました。はい、大企画祭りということで1万円バトルじゃない企画を、あ、そうですね、はい、ちょっとねやっぱアムアムアルド、はい、今、大赤字、要は火車で赤い火車でやってます。今スタミナがねもう70万近くマイナス出たりとか、はい、我々も合わせて、ま、100は超えてるで、収益もう賄えてない、賄えてないです。なんで赤字の字は僕は血です。字で書くとなんでちょっとまあアムアムワールドとしても我々としてもちょっとね増やすこともしていこうかって。そうね、お金をねやっぱ増やしていかないと、はい、これ意味ないから。意味ないんですよ、もう本当に寿命があるわけよこちらも寿命番組としても個人としてもね、そう、あのやっぱノーリスクハイリターンでさ、うん、こっちはやってますから、はい、さすがにそのやめますとか、うん、とかじゃなくてこちらもやっぱりその少しね皆さんと私たちが増やしてる姿を楽しんでもらって、はい、そうだね、増えなかったらやめます、はい、増えなかったらもういや増やしに行くのひたすらひたすら増やしに行く、とにかくもう何でもいいんですよ、うん、もう何ならコメントとかで、うん、こんなことして増やすのどうですかとかね、あー、なるほど、もういただいても全然いいと思う、はいはい、ということでまずはこの企画祭り増やすための企画祭り、はい、第1弾として、じゃん、トランプ、トランプ、はい、トランプ、みんなでパチンコに行って乗り打ちで勝とう、増やそうっていう、あー、さすがにじゃあ1人ね1万円ずつ出してやろうって言ってもまあ芸がないじゃないですか。いや全然見れる、うん、確かに少し、はい、3人の中でも運を使おう、あ、はい、ということで、はい、このトランプで引いた数字、おのおの引いた数字かける1000円を運資金としてやります、うん、9だったら9000ってことね。そう、9000だからスタミナが9引いたら9000、うん、カルビが1引いたら1000円、1000円、これをみんなで乗り打ちします。この人の上限がそのトランプの引いたかける1000円ってことですね。そうで最終的に当たったらみんなで3等分します。 OK、 当たった金額は全部3で割ります。はい、ジョーカー引いた場合はジョーカー引いたら、自分のいいねにしますじゃあ引こう、引きますか。じゃあ早速引いていきましょう。いや俺1位はちょっとやだもん、ちょっとやりたい、5000円ぐらいはやりたい。でも3人で打って一発目500円とかで当たってくれればもう何にも文句ないんで。でも誰かしら当たった時点でやめてもいいんですか。いやもちろんそれは大丈夫です。なるほど。いや軍資金5000円欲しいよ。全然13でいい。そうなの。好きじゃん。好きなだけじゃん。僕は2より下引かないとダメだな。は？持ってないってこと？ほぼ鉄砲です。鉄砲で来てんの？収録に。いや2000円持ってますよ。鉄砲ではないです。1個上です。1個上、お二人の1個上です。鉄砲かよこいつ、マジかよ。鉄砲じゃあスタミナからいく。俺じゃあ引くわ、はい、あれじゃあ私これカルちゃんは、はい、頼む頼むって言ってる。ピクチャー終わりだ、せーの。え、ちょっと待ってようか。10? え、なに6? うわー11? おばさんが1万1000円、うん、で、私が6000円。ジョーカー引いてるからね。男だよ。すごいな、かっこいいな。上限なんならその13以上でもいいわけだから3万3000円とかできる。いや、できるできるよ。当たんなかったら、うん、打つからね。そっか。13で。マックス。マックスみたいなことよね。マックス。3万です。ちょっとこのご時世もあって店内その打ってるところをえ？映せません。なので当たったりしたら、うん、写真だったら多分出しても大丈夫だと思うので。写真と一応グループラインに投げ合おうか。はい、そうですね。じゃあ、軍資金、はい、これ今宣告したこの金額を全部使い切ってまた、はい、集合いきましょう。はい、まずね、うちに行く前にどういうことこれ。オカルトです、僕の。何これ、何ですかこれ。やっぱうち行く前に人におごると出るっていう。で
これ全部出してくれてる、はい、これは僕の、はい、おごりなんで勝ちに来てると思う、うん、一つだけ気をつけてほしいのは眠くならないようにっていう勝つためのものだから、これはつかみ取りに、うん、食事と思わないで、あんまり勝ちに行くために食べたいと思います。何言われてるオカルトだと思って、はい、頑張ってね、はい、頑張って食べたいと思います、はい、アムアムワールド行ってくるんで、はい、とりあえずここからは放送できないんで、はい、笑顔で会いましょう、行きましょう。ということで、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果、はい、発表なんですけど、はい、おばさんがジャックを引いて、1万1000円くじ引きます、はい、僕がジョーカーで1万3000円、はい、はい、僕が6を引いて6000円、はい、それじゃあおばさん、はい、自分の収支を、なんやかんやで、1万1000負けです。なんやかんや、私が6000円ですが、はい、9000円負けです。いっちゃってるじゃん、うん、プラ3して、うん、まあでもカルビはプラ3で一回夢見させてくれてます。確かにまさかの最後の保留でみたいな。そうですね。じゃあ俺とおばさんがやっぱ軍資金多かったからさ、うん、打ってたじゃん、うん、開始20分ぐらいで、そうね、後ろの方にカルビが立ち出して、こいつもうなくなったのと思ってで、俺がちょっとあと3000だけいったらって言って、うんうんうん、言ってた、言ってなんとか引いて、いやー3連で終わったんだよね、まあ、でも4000発くらいかな、3000発かな。あれがね、弱かったよね。スタミナが僕が1万6500円まで。3500円増えてる。なんやかんやあって、カルビの出玉で、そうね。最後、おばさんが。そう、筋肉マン。筋肉マン。天井狙い。はい。約20回転ぐらいから800回転まで回せば、格変に入るっていう。そうそう。3000玉ほどあったから、それで残り20回転でもう確変入る、ラッシュ入るはずだったんで、800まで行けばってところで、780回転のところでボーナスを引いてしまうと当たったね。それが単発、確変入らず800まで行かないと。ガンダム撃ってた時もう第5ともう操縦してる感じの、こんなんで撃ってた。いやだからもうガンダムってやっぱさ自分と一体化しなきゃいけないから、まあね、モビルスーツって、ね、本当に全部もう波動が一体化してる。残念ながらこの増やすっていうのの1回目でしたけど、結果的に換金はしたんだよね。そう、最後もう閉店ギリギリだったんで、1000円3万以上入れて、生き残ったのが1000円、帰ってきたのは1000円。いやーやべ、どうにかしないとな、これまずいっすね。まずいよ松井さん、これも一応、うん、別欄で書いといてください、3万負けみたいな。でもこれリベンジしたいな、マジパチンコリベンジ。もう少しコロナが明けたら僕らが打ってる姿も見せられるんで、うん、もう次はもう負けるか勝つかどっちからだ。そうだけど、まあ、勝つ確率も高いな。高い。またね、他にもちょっとこんなやつで増やしたらどうとか、はい、この企画やってくださいとかあったらどしどしコメント、はい、DM お待ちしてますんで。初回から出鼻くじかれてるかやばいよ。知りください、とにかく、はい、はい、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。絶対に。バイバーイ。知恵ください。